じゃあ歩きますねどこで来るかな。早えな。虹の一発見っけ。キノコちゃん、キノコちゃんどうしてここに。みんながなんか祝辞を述べてくれるんですかね。じー何。その札、いやそのこれは偶然居合わせた風を装ってるね。噂でしか聞いたことなかったけど、それが本物のメダマスターへの切符、証の札ね。すごいすごい、いいでしょう。すげえ苦労したんだよなんでそれを。ねえねえその札をかけて、なんでかけないといけないの私と勝負しない、そういうものじゃないから。ちゃんと手順を踏んでゲットしてくださいよ。はえそう簡単には勝たせてあげられないわねとか言ってる。これ祝辞じゃないな祝辞じゃなくて、みんな証の札を狙ってくるっていうことか。キノコちゃん強えからな。どうしよう。怖いなサムライブラストの恐怖と、あとデストロイでワンチャンっていうのがあるんで。キノコちゃんね、パーツ稼ぎの時も結構負けたからな。はあ、あと誰が来る。あと来て欲しくないのはまあレトルトレディですよね。ヒカル兄ちゃんも、ヒカル兄ちゃんが来るってことはないか。もう本人がメダマスターなんですよね。あ、負けちゃった。もしもし、キノコちゃん？あんたがメダリンクで伝説のメダマスターに勝ったっていう話だからさ。だからなんでキノコちゃんがそのことを？メダロッチに情報が転送されてきたのよ。もしかしてもうみんな知ってる？四天王ぐらいだったらいいけどね。でもこの札を奪ってどうするっていうの？あれで知らないの？その札をメダロット社に持っていった者がメダマスターの試験を受けられる。なるほど。誰がそんな噂を。ハンター試験が始まってしまったな。いやね、噂なんかじゃないわよ。これはメダマスターの称号をかけたバトルなのよ。そういう決まりなんだから。じゃあもしかしたら今ここで札を奪われたら、僕の今までの苦労は、そう水の泡。お前ら漁夫の利狙いすぎだろだけどそんなに気に病む必要はないのよ。札を持つ人に挑戦できるのは1人1回決まってるんだから。その代わり札を持っている人は挑戦されたら必ず受けなきゃいけないってルールになっているんだけど、どうにか抜け道を通ってみんながいないところからたどり着きたいね。そんな聞いてないよ。まあ頑張って。私は素直に退散するとするわ。じゃあね。なんだかな、下に行くか右に行くかですけどまあまっすぐ行きますか。そうだよね、知ってる人かなって思ったわ。ハスケか。待ちな、ハスケじゃないか。ふん、俺の顔は忘れていなかったようだな。忘れるわけないじゃないか。でここには何しに。決まってるじゃないか。この町に遊びに来たついでにお前の首にかかっている札をいただくことにしたのさ。悟空度か。悟空度には1回負けましたけどね。まあでも火力で吹き飛ばせばいけるだろう。はあなんとか押し切ったけど。でもハスケがいるってことはさ、ムツキとバフ作はともかく凛太郎は来そうだよな。しくっちまったぜ。しくったって言われても、そういえばハスケ1人で来たの。他のメンバーはバカが1人来てる。やはりか。うろついていたら捕まっちまうぞ。あいつなんか持ってんだね、アクビートルをまあ札を取られないようせいぜい頑張るんだな。俺はもうちょっとここで遊んでいくぜ。バカが1人。アリカちゃんと、ああここかすぐ来たな凛太郎。見つけたぜ20の一発。やっぱり出たん。勝負だぜ勝負だぜ勘弁してプロミネンス一発で。これ頭部いってくれ。一旦で決めたい。あー30。ここで頭部いかないか。あーもう一旦かかるね。くそー、うぜえメガネちゃん。危ない危ねえ。これアークビートルが先にたどり着いてたら負けてたな多分。はあ勝ったもうでも脅威はレトルトレディ狙ってくるかな。あの人あんま興味なさそうだけどねメダマスターには。ロボトットぜー。あいつロボトルできたら札のことはどうでもよかったんだな。ずっと部室にいてほしい。あとは来るとしたらコージーですよね。まあでもコージの後に来るとしたらかりんちゃんが出るとしたら多分先だと思うんだよね。コージの後はまあありかちゃんぐらいじゃないですか。コージああ探したぞメダマスターのそんな探す必要ないんだけどね。研究所の前にいればいいのに。前にも誰か一人いるんでしょうね。称号をはあかけて勝負だ。21発はあはあどうでもいいけど息切れ収まってからにしたら問答無用の怠慢勝負だ。怠慢 ?1 対1ってことではないですよね。強引なやつだな相変わらず。まあいいや受けて立せよ。まあ工事には負けんよ。俺はいつだって本気だぜ。あ、本当に怠慢だ。ああ、これでいけたかな。そういえばそうでしたね。コウジと最初にイベントロボトルした時も怠慢でしたもんね。懐かしいなあの時はね、一回負けてで対策を練ってサクリファイスで倒したんだっけ。今は普通に抜けられるようになったよ。デスレーザー避けられたんであって思ったんだけどなんとかメダホースでいけた。一回セーブしようか。さすがだな21発。お前もな。俺に勝ったんだ絶対なるよなメダマスター。うん、じゃあな、また俺ん家にでも遊びに来いよな。いい子、コウジ。うん、またね。コウジのやつ前は自分の家に遊びに来いって言うだけで照れてたのにな。4の冒険の中でだいぶ仲も深まったよね。さてと、ゴールは近いぞ。頑張ろう。セーフ。今んとこ人影は見えないが。見えるな。警備の人かな。右側から行こう。びっくり。あ、水地水地か。何やってんのこんなとこで。お前地形深海じゃないとそんなに怖くないよ。ここを通りたいか21発。何、女子天皇を代表して水地が来るって感じかね。ここを通りたければ俺を倒してから行け。アリカちゃん来ないか。アリカちゃんが来ないってあんのかな。絶対来そうですよね。まあこの地形では水地には負けないかな。ふいいだろう。トールがいい。はあ、うん、すげえ来そうなアリカちゃんがまだ来てないっていうことはメダロットちゃん中入ってもまだあんのかな。何だったんだ一体。あなたはいいんですか。メダロット博士は本当にすごい人だ。あの人の近くで研究できるなんて僕はなんて幸せなんだ。多幸感に満ちているな。もう大丈夫かな。いないね。ああ、たどり着いた。じゃあ水地で最後か。意外だなアリカちゃんが来ないのは。ああ、そっか、ここ真ん中にはいないんだったな。博士取ってきたよ。おお、戻ってきたか博士。ん、どうした、なんだか疲れておるようじゃな。結構大変だった教えてくれたっていいじゃないですか。メダロット社にたどり着くまでいろんなメダロッターたちにロボトルを仕掛けられるってことを言ってしまっては面白みに欠けるわい。うん、結構本気で祝辞だと思ってたからお祝いの言葉をかけてくれるだけだと思ってたからな、最初はね。面白みってだけど、ここまで来たらあとはメダマスターの称号をもらえるってことですよね。何を言うとる、まだ最終テストが残っておるぞい。ああ、そんな気はしてました。ミスコンでしょ。さあ早う位置についてスタンバイするのじゃ。最後は割と予想外してくるからな。まあミスコンか9対9のどっちかかなって思ってますけど、ここでメダロードレースが来るのがメダロット4かもしれない。おお、そうじゃ。始める前に聞いておかんとな。お前さん、メダロットちゃんと3体組んどるかな。3体中にはメダロットが3体おらんとできん試験もあるから。あ、いっぱいやるってこと。はい、大丈夫です。そうか、では始めるぞいマジか、それはちょっと想像してなかった。1個だけだと思ってた。何よ、メダスピードキング、メダロードレース、メダバードコンテスト。え、ちょっと待って、メダバード入ってるってことは絶対飛行タイプにしとかないと。パートナーをダークロボトル、パートナー限定ロボトル、毎回変えさせてくれるんだったらいいけどね。行くぞい、メダスピードキングファイトじゃ。まあ都合よく車両脚部だったからここはやりやすいけどな。あ、はいちょっと待って、あ、全然早いよ。待って、6秒016、見たことねえよこのタイム。これ、いやこれ絶対車両タイプじゃないと抜けられないからゲームオーバーちょ、さ、ゲームオーバーやめてよ。待って、ちょっと今のタイム結構絶望感あるんだけど、ここ抜けるためだけのパーツ構成にしないと勝てなくね。よし、やったよこれね、これちょっと試行回数えぐいですよ完璧なスタートをして、で道中もう全て完璧でやっと出ますね、6秒は。これ勝ったえ、ちょっと待って、これ無理じゃない？無理だろう、組ませてよ。そうだよね。でもじゃなかったら最初に3体ちゃんと組んでるって聞かないよね。そんな博士だけずるいマジポン。車両3体かどこだよこれ。待って、だってあ、なんかでも結構、あー待って初めてのコースやめて。相手も結構ミスってくれてるから、飛行でどれぐらい、あー邪魔じゃない。ちょっとひどいよひどいよこれ。みんなやったの本当にメダマスター。あ、シゲオシゲオいんの。これサイバーなんだ。マジか、すげえな。あー、うわー、あーやったーみんながすげえよ。あー勝てたー。まあメダスピードキングに比べたら周りのガチ感はそこまででもないかな。なんとか休んでおる暇などないぞ。マジかよ。次バードバードか。あ、ショートなんだ。ショートだったらいけんのかな。やったんじゃない？どう？ショートだったら車両型でもいけるな。これ80以上はいってんじゃない ?86 点。どう？ 86 点ダメ？どっち？どっちなんだい？あ、ん？あれダメなのかな？いや、でもゲームオーバーになってないから。これは、抜けれたんだよな。なそういうことですよね。ああ。あ、ダークロボトル。ダークロボトルは、結構運あるからな。やった。あー。だいたい判定になるんだよな。これで博士これで最後じゃ。来たよー。あれ問答無用だな。あ、で怠慢、わしがお前さんの実力を見てやろう。え、はあ、そうくる。ブロッソメールじゃねえんだ。工事の工事が乗り移っているってことは、多分射撃トラップで来るんで、メダフォース貯めて一斉射撃でいくよ。この曲か。まあ最後ですもんね。あ、トラップじゃないんだ。なるほど。博士ちょっとね、戦い方やっぱ独特ですよね。ガムシャラ使ってるからデスレーザーで粉砕してもいいんですけど、せっかくだからね。超威力全開5の一斉射撃。これで博士お前の野望を打ち砕く。いったでしょヘッドショットやりました。いやー、長かったけど、これでようやくメダマスターになれるんだね。まあ、ラストがライバル機っていうのはまあ熱いですよね。エクサイズで来るとは思わなかったよ。なんか最後にね、工事もちゃんと立ててくれたね、感じもあって、うん、嬉しい配慮ですよね、これはね。いやー、でもやっぱメダスピードキングが一番大変だったな、最初ね。勝ったー。これでメダマスターですね。うむうむ、ようやった。お前さんやはり文句なしのメダロッターじゃ。メダマスターの称号はお前さんにこそふさわしい。さまざまな試練に共に立ち向かったそのメダロットこそがお前さんの最高のパートナーというわけじゃな。お前さんにこれを授けよう。ちょっとどいてくれた。おお、メダルメダルメダルくれんの。ここでメロディーメダル、聞きなじみないな。フローメロディー。どうしよっかな。メロメロポンティメロメロちょっと普通すぎるけどね。予定調和にも程があるという感じですけどなんか急にね、頭にね浮かんできましたね、メロメロポンティっていう単語がね。それからこれ、あー、メダルだけじゃないのか。マスターバッジ、バッジなんですね。これが、そうじゃ、それこそがメダマスターの証。マスターバッジじゃ。それを持つのはお前さんとヒカルのただ2人。ヒカルさん強かったもんな。違うんじゃ、2時の一発。メダマスターの称号はの、ロボトルが強いからという理由だけで与えられるものではないんじゃ。連打でしょ連打力でしょ。メダロットとの絆を大切にし、人々とメダロットたちにとって大きな貢献をしたと認められたものだけに与えられるのじゃ。ロボトル協会のことはわしもようわからんが、我々メダロッタをいつも見守っている存在じゃということだけは間違いないからの。博士、貢献って何ですか？貢献したかね、つまりは世の中の人間とメダロットたちにとって役に立つことをしたということじゃ。ヒカルはかつてメダロットたちの暴走事件から町を救った英雄じゃ。そしてお前さんもな。じゃあ博士がメダマスターの称号を持っていないのはなぜなんですか？博士こそこの称号にふさわしいんじゃ。まあ、博士は偉大な人ですけどね。私もメダロットを愛する心を持っておるのは同じじゃが、あくまでも研究者なんじゃ。メダロットと本当の絆を築いておる光、そしてお前さんやお前さんの仲間には勝てんよ本当の絆。ではわしはそろそろ研究所に戻るとするかの。本当の絆か。キントルちゃん出てきてくれたか。何にやけてやがんだよ。いやお前頑張ったな。6秒すごかったよ。ほんとお前はこんな時まで可愛げがないな。なんでお互い様だろったくよ。ふふふははあははははははは。行こうか。あ、行こうぜいいねこれね。よし頑張るぞ。あ、これで終わりかい。これでメダロット博士のところに行くと何かあったりするかな。